UT さんが、まあ、元気に頼ってるみたいな話されてましたけど、トロールキングさんの試合では、まあ、一度もピックされてないんで、なさそうですね、そういう自力の部分ですよね。さあファーストピック田中選手から、プレバン始まります。泣いても笑っても最終戦になります。グループリーグ進出者最終決定戦開始でございます。いや本当にこの緊張感ありますね。さあレート3848、3582、異世界ですね。もう魔境ですよ、勝率 70% を超えてなければ 100% たどり着くのが相当至難の境地ですね。勝率7割超えるっていうのは非常に厳しいことなので、はい、まあ、運命を超えなければならない、運命に負けてはならないっていう試合をしていかなきゃいけないので、本当に素晴らしいプレイヤーということですよね。さあプレバンお互い、まあ、まずは光闇からということですね。まあまあまあ、ここはもう無難といえば無難という感じではあります、はい、さあ何がどうなっていくのか。まずは注目の田中選手のファーストピックはセアラから。まあ、ここいかに UT さんのセアラをみんながケアしているかっていうことが分かりますね。これが人対策の見える部分だと思います。そしてやっぱそれを持ってるっていうことですよね。さあこのセアラを見てどうしていくか、まあ、セアラからは変化が多いですからね。もう変な話バステと飛躍までありえますし、まあ、逆にじゃあ自分たちがハトホルを UT さんが取った場合は、あ、ごめんなさい、今ピックの目線がちょっと UT さんになってましたけども、フラン、まあ、なるほど。まあ、このなんというか日本予選、まあ、世界につながるような戦いで、このセカンドですけど、まあ、ファースト一番最初に取るキャラが順3と順4っていうね、うん、まあ、これが面白くなりましたね、シーズン8は。そしてエギル・ダフニス、いやもう本当に今日ダフニス、やはりダフニスの強みはたとえ意志が免疫があろうが剥がして吹き飛ばせばいいというそこですね。この強みがもう本当に卓越しております。さあトリアーナ、まあ、これはダフニス警戒、そして、セアラエギルに対するピックですね。でバネサを取ってきました、まあ、速度リーダー二重構えですね。そして火力がやや薄そうなので、このバネッサ狙わせてる間にどうのっていうところはあるかと思います。いやこれはまた逆に田中選手のダフニスがどういうルーンで組まれているのかっていうところも非常に面白みのあるところがと思いますね。まあ、今日だと結構早いダフニス、まあ、相手より早く動いて先に免疫を剥がして割っていくっていうことだと思います。ですが早いのか遅いのか。そしてラストはもう鳩を残すかなっていう感じなので、風サルと、あ、ごめんなさい、ヒサルを取ってきましたね。睡眠、行動不能免疫がありますので、行動不能に対して、眠ったり散したりしないので、そういったところでヒサルを取ってると。そしてラストにガニハトを成立させていきました。まあ、意思がないですから、このラストにガニハト成立するとやや重いですよね。いやこのラストのガニメではやっぱり田中さんが持ってないっていうのは分かってるからこそのガニ、ただ属性だけ見ると結構な偏り具合。さあワンパンをされないようにダフニス止めつつ、まあ、トリアーナを止めましたね。まあ一回、まあ、フランとかが多少もろければそこから崩していける、殴っていけるっていう展開、そして、まあ、爆弾が剥がして決まればもうそのまま1体持っていけますので、まあ、そういう爆弾を決めきるっていう意味でもこのピックになってるのかなと思います。さあグループリーグ最後の1枠を決める戦い、皆さん盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。最後まで楽しくいきましょう、はい、さあ芸術作業をベルデに入れて、ただフランが先に動ける、これはでかい。さあここ1回暴走しましたが、ガニ、このガニ派とベルデの組み合わせは本当に極悪なので、ただ決まらない。まあまあこの睡眠はあってもなくてもというのがまあ正直なところですかね、はい、ちょっと削られるぐらいの話なので。さあ魔風をどうするか、まあこれはヒサルに打っていくっていう手もありますが、あそっちに歓喜を回していきましたね。まあ、この辺はあのガニハトを重視するか、まあ、あの回復を重視するかっていうところは分かれてます。さあベルデで反撃していきつつ、まあ、これ回転力があるので、まあ、歓喜先にフラン打っていいっていう判断かもしれませんね。さあバネ削りつつ、いやーこの1回のベルデの暴走がね 80% 上がりますからね。尋常じゃないゲージアップ量、フリゲートなんて目じゃないぜっていう。さあここで
睡眠を打てます。あっと、まあこのエギルと終わらなかったのちょっと厳しい展開かもしれませんね、UTさんからすると。ただ田中選手からするとここエギル残ったの非常にチャンスです。さあ魔風を今打つべきかどうか、打ってきました。とりあえずはまずエギル延長、ゲージアップしたいのでヒサルを殴っていかざるを得ないが、こう触っていくとヒサルの火力が上がっていくんですよね。そして田中選手のヒサルの火力といったらないので、まあルーンの強さといったらないので、ただ抵抗抵抗を重ねていきます。やはりこの辺り、まあ、さあここです。まずはまずは縦割れる、あごめんなさい、普通にもうベルで狙っていきましたね、失礼しました。ゲージアップ入れつつ、ここは、まあ、バーネッサ狙っていきましたが、この辺状況を見ての戦いになりますね。ゲージ下げ、剣デバフしっかり全部入れつつ、歓喜でハートホール戻す。さあここでエゲルが暴れられるかどうか。で暴れてこない、今の暴走が引ければ非常に大きなポイントになるところでした。さあ免疫回復、もう一度戻していく。いや、この展開はやや田中選手にとって苦しいところ、ここを抵抗すればですねしっかりできる。さあヒサルにしっかりつけて、もうこれはバネッサにそうですね延長入れて、まあ、倒しきっていける状況を作っていきましょうと。でヒサルさえ削っていけばというところなので、いやそうですね、もうこのミスト攻撃デバフによって火力がかなり出なくなってきますんで、まあ、そういったところですよね。まあやはりガニメでミスになって、剥がしからミスになって下方という方もいますけども、まあ、こういう状況になると情報修正かなと思う部分もあります。さあ抵抗でもしっかりした。さあヒサルは何で組まれているのか、吸血、あどうだ、今吸血出てなかったんで、まあ、スキルの吸血だと思うんですが、さあとにかくヒサルをやるしかない UT 選手、逆にヒサルに耐えて一瞬の隙で巻き返していきたい田中選手。反撃、まあ、これ反撃スタン一つで馬強変わりますからね。このゲージ下げが重たい、魔風のゲージ下げとベルデのこのゲージアップでずっと動けるんですよね本当に。まあ、私もこういう構成やりますけども、かなり、ずっと俺のターン状態を作ることがやっぱりできますね。もうシーズン1から続く、連綿と続く、もうワールドアリーナの歴史のようなガニハトです。これといかに戦うかっていうことが本当にワールドアリーナの歴史の一つだと思います。さあ睡眠をもう一度重ねて、さあ誰か一人でも抵抗していけばというところなんですが、まあ、ここはもう削れているバネッサから順当にというところですね。あとはまあ魔風をどこかしらのタイミングでしっかり UT さんとしては戻していきたいところですが、さあ決まりました。青コーナー UT 選手1本取っていきました。いやーガニハトがやはり重くのしかかる、そしてベルデハイルとの組み合わせによって本当にずっと俺のターンみたいな感じになるんですね。はい、連戦にもかかわらず勝利をもぎ取っていく、素晴らしい、かなりの気力を見せております。さあそのまま2本目に入っていってますかね。いやーまあやはりこの戦い何が起こるか、ハトを成立させるようなうまい流れをやっぱ UT さん作ってましたね。もうそのハトホルをセカンドで取って、相手からするともうあの田中選手からするともうこれはまあもう大属性的に有利な状況を作っていけばいいかなっていうところでガニハトラスト刺すっていうのがやっぱり UT さんうまかったですね。本当にラストピックまでは田中選手の優勢に感じてました。はい、さあファーストハトが止まった状態で何を取るか、フランから入る、まあ、ダフがいたとしてもここは、まあ、ダフニスがいたとしてもフランからベルデ、そして、まあ、セアラを先ほど取ってましたけど、ここをどう見ていくかですね、まあ、セアラベルデと取るのか、どうなのか。さあセアラベルデと取ってきましたね。まあ、ここはもう先ほどの UT さん対策の一環という感じだと思います。まあ、フランファーストから入ってるのは、まあ、やはりガニメデをバックに、あの田中選手がお持ちでないのをご存知なので、まあ、ガニメデをバックに置いといて免疫切れにくい状況を担保するっていうことができると、まあ、そういうこともあって、まあ、セアラ取られるのも見越してのことだと思います。さあジョセフィーヌ取ってきましたね。そして悩むところでダフを先取り、
まあ、これを先取りと言っていいのか分かんないですけどね。さあエギルを、はい、まあ、フランに対して結構ダフニス出てくること多かったんでね。さあエギルが出てきてアルタミエル、まあ、やはりアルタミエルを使うというところからもセアラをちょっと取っておきたいっていうところはあるのかもしれませんね、この特に2戦目に関しては。さあ水パン元気おさあ元祖水パン元気、この強い仕組み、いやーこのダイアナピックはうまいですね、もうぶっ刺さり。さあさすが田中選手うまいですね、これはでも何番するかは非常に難しい、うん、展開を読んでいかなきゃいけない部分があるので、うん、まあ、先ほどからもう恐怖の対象となっていたダフニスが、はい、まあ、ここで機能するような状況になるのかとか、まあ、水パン元気の仕組みを残しておくのがいいのかとか、うんうん、そういったところが田中選手の目線になります。いや、まあ、やはり水パン元気の水パンの一発力ですね。逆にエギルがいますんで、はい、まあ、開幕ベルデからエギルでダフニスって展開を読んでると、まあ、ダフニスに打っていく、でダフニスを止めていく、でセアラがさらに動けば爆弾でっていう流れ、まあ、これを読んでるんじゃないかなと思います。そしてアルタがいるので剥がしもめっちゃ回っていきますからね、この辺りがどうなるか、はい、うん、田中選手のピックが光ってますね。さあここからベルデがまず動いていきますね。さあベルデがボス、まあ、このボスはまあまあまあという、でダフニスがこれは剥がされる、入って暴走、あっとこれは一気にいきますね、もうこれ爆弾つける必要もないので普通に殴っていきます。さあいきなり一体失う展開から UT 選手どうしていくか、まずはこれを張っていく、ここは苦しいですね UT 選手は。ただ田中選手素晴らしい流れですね、やっぱりこの辺りベルデをしっかり早く作っておく、レギルからこの展開を作っていくっていうピックの流れですよね、素晴らしいです。まあ、ここは回転力が高すぎるんでベルデから、まあ、属性相性的にも殴って倒していきたいところ。おっとフランを動かしていきましたね、これの意図は。さあまずはベルデを大きく削っていった、そしてエギルにゲージ下げを入れるが入らず、さあここでいった反撃するが決まらない、回復入れてセアラの爆弾誰に入れるか、つかない、まあ、ただ田中選手としてはまあこの今の暴走でもう一度爆弾が返ってくるというところもありますので、悠々と構えていけるかなという感じです。さらにまたベルデがターン戻ってきてますから、いやこれは完全に田中選手優勢な状況を作っていってますね。そして元気にしっかり烙印をつけて、はい、ゲージを上げつつ、あちょっと固まりました大丈夫ですかね、はい、さあここでセアラをと、あセアラではなかったすいません、いや素晴らしい田中選手、アルタかっこいいですね。さあ爆弾をお付けになられまして、しっかり木枠で処理、完璧でしたね、もうこれは田中選手美しい戦いでした、これは素晴らしい。さあジョセフィーヌで戦っていきます。さあ、まあ、次の試合を考える時間当然ありますからね、あのもう本当に世界大会という舞台はこの自分の時間をどう作るかすごく大事だと思います。さあ2試合目1本取っていきました、赤コーナー田中選手お見事でございます。いやー素晴らしい、もう手順でした ね流れるように、そうです、もう最初やっぱりダフニスを1体処理れるっていう状況を作ってるってことですね、まあ、このセアラベルデを取ってるところからもうこういう流れを自分でもう予想してるっていうことなので、うんうん、やっぱり田中選手の懐の深さすごいです。さあ、まあ、元気アルタの状況からですね、3本目の試合に移りました。1対1、まあ、お互いに素晴らしい、一歩も譲り合わない、うん、しっかりやるべきことをなしてっていう状況。さあフランを取って、まあ、フランが見えたので今度はどうしていくか、まあ、先ほどからセアラを取られているっていうところはありますけども、うん、このセアラを取るのか、ちなみにハトホルは田中選手もお持ちなのでいろいろなここは瞬順がありますね、 UT さんからすると。セアラダフニス、なるほど。さあこのダフニス先取りに対してベルデからの
このベルデに対してどうベルデのが作り出す展開ですよね。ここをどうUTさんがしのぐか、あるいは田中選手が、まあ、ベルデから作る展開をどう生むのか、どう自分のいいように作っていくのか、やはりあの上取ってゲージアップする方にとっては最初の一手どう決めるか非常に重要なので、うん、そして田中選手はその道のスペシャリストです。かつてバステとヒアークで世界のもうトップに居続けた、もうその上を取って相手をどうしていくかっていうことに関してはスペシャリストなんで、まあ、本当にこの幅、残り2ピックの幅素晴らしいです。さあ今日なんかプサマテがちらちらと見えますが、はい、残り2ピック、プサマテ、速度リーダーですね、エギル、うん、さあこれが出てくると、まあ、おそらく大タラニスもいる、準備力、そしてダイアナがいても重くのしかかってくるこのピックですね。ただはあまあダイアナですね、まあ、これもセカンドを完全に見て、さあこれは UT 選手ね、もう今後ろ松さんがおっしゃいましたけども、これはこのままピックが確定すると、まあ、ハトホル、アンタレス、そしてなんならガニもありですね。ガニダフの形も一応あるにはある、ただまあ可能性は薄い、免疫バーンしてハトホルっていうケースをするか、はたまたなるほど、まあ、これフランバーンができるからってことですね。さあハトホルがこれは本当にお互いピックバーンをどう読み切るかです。たがえれば重たくそのピックバンのミスが重くのしかかってきます。いやこのバン非常に難しいですね。まあ正直言うとフランを残すメリットも UT さんにある、はい、田中選手にとってはこれはダイアナ・タラニス両方残るメリットもある。あ、まあ、ベルデバンになりました。まあ、回され尽くされると厳しいっていうことですよね、先ほどからの展開を想像するに。そしてやはりフランバーンされた時にハトホルが決まった状況が厳しいので、まあ、そのハトホルバーンをせざるを得なかったというところだと思います。さあどちらが先に2勝王手をかけるのか、重要な3ラウンド目、まずは誰から動くかですね。まあ、フランから動いてまいりました。さすが田中選手のルーン。さあ暴れて、まあ、この辺りの暴れはまあまあまあと本人的にも感じるところでしょう。さあどこ打つかが難しいですが、決まらない。いやーこの決まらないのは重たい。これはダフニスのシールド量にも影響してきますので、結構、これが決まらないとダフニスは重たい痛いですね。さあダイアナは爆弾があるのでちょっと動きにくいか、まあ、当然この後エギルが動いてですねゲージ下げもあるのでちょっと動きにくかったかっていうところですかね。もうとにかくここはボッシュを、はい、バネッサに狙って打っていく、まあ、吸収して、まあ、しっかり両方奪いましたね。これは素晴らしい。さあただもうダフニスがここから格好の餌食なので、もう向こうシールド早速割ってもうダフニスを倒しに行けますね。いやこれ田中選手いい流れ、いい流れです。まあ、この辺りで、はい、命の森を打って、いやーいいですねこの動き、まあ、ミスは出るんですがもうこの火力ですよ。さあ全体も打ちにくいだし、まあ、ダイアナがいるんで、まあ、打ちにくいですよねこの辺がね。でフランがいるので爆弾残しておくこともできないとなるとどうするか、まあ、ここはタラニスにつけて起爆一旦せざるを得ないですかね。あ、しない。なるほど、タラニスに回復を打たせるかの選択肢を迫るということですね。うまい。こういう相手にもう素直にバネッサを回復するか爆弾を誘うかで、こういうところであのバネッサを削ったままの状況を作っていくっていうのが素晴らしいですね。さあダイアナ動いていきます。どこから行くのか、まずはさあエギルから行った。ただエギル割り込んで、これはどうなんだ、セアラ、さすがにセアラが動くことはなかった。さあ、まあ、ターン獲得しま、うん止まる。いやこの1回の止まりが痛い。そしてしっかりダフは倒しきれるか、残る。いやここかなり重要なところになります。制圧打ってスタン入る。エギル暴走引けるか、ここのエギル暴走引けるかどうか問題は非常に重要。引けず、ダフニスが落ちる。さあゲージ上がりつつ、まあ、ここからセアラを少しずつ狙っていくってことですね。さあ奪いながら倒せるか、
はたまたどうするか。ここダイアナ下げれたら優秀ですが、まあここは順当に奪っていく選択肢。あ、奪いましたね。残ったがダイアナスキル延長入ってましたね。ちょっと見落としましたが、じりじりとじりじりと削っていきます。さあバネッサしっかり処理して、爆弾があるんでね、爆弾の火力をこれでしっかり抑えつつ、フランの剣デバフ、こういうとこ優秀ですね。うわーお、この暴走1個でかいですよ。ゲージを、いやどう考えるか非常に難しい、繊細なところ。起爆した、なるほど、爆弾が返ってきますからね。またフルタイムのことを考えて、さあ回復剣バフ打っていきます。まあ、フランのことを考えると起爆せざるを得ないってことですよね。いやこの火力、タラニス本当に素晴らしいキャラですね。さあここを暴走して倒しきれるか、残る。いやー素晴らしい耐久です、耐久力です。こういうところがやっぱりルーンなんですよね。このミリで耐えれる、ミリで耐えれるっていう状況を作り出すのがもうルーンですので、さあしっかりセアロもう倒しきって、まあ、こうなるとタラニス蘇生もありますんでね、もう重たすぎるんですね、タラニスが。UT 選手からするとさあしっかり止めてまた回復、これは大きく勝利に田中選手が手をかけましたね。さあここでどうするか、フラン、あごめんなさい、ダイラにデバフをつけて、まあ、シールドありますからね、まあ、これシールドで守るもよし、スタンするもよし、まあ、その選択ですね。さあここでゲージが上がり、タラニスの火力半端じゃないんで、エギルが落ちるか、残る、ただ暴走、命の森で蘇生させる。こうなるとバネッサを狙わなきゃいけなくなる。いやこれは完璧に田中選手勝ちましたね。やっぱりこのアルタ・タラニスの組み合わせが非常に強いですね。まあ、あのアルタ今回あれですけども、やはりタラニス蘇生できますし火力出せますし、なんか飛躍のなんていうんですかね、蘇生役版みたいな、そんな感じですかね。いやこれは田中選手素晴らしい展開作ってきましたね。しっかり盾割って、さあユーティさん次どうするかの考える時間ですね。ここね再臨して、さすがに全員落ちることはないでしょう。お倒しきって、素晴らしい戦い、田中選手勝利を収めました。赤コーナー田中選手見事でございます。いやー本当にこの田中選手のピックが非常にうまいですね。巧みなんですよ、毎回やってくることを少しずつ変えていって、はい、相手のやりたいことをさせない状況を作っていく、うまいですね。さあ続きまして4本目の試合に移らせていただきます、はい、さあ次のプレ版はハトホルバネッサと、まあ、同じ、もうこれは1戦目2戦目みたいな感じで同じになります。4本目田中選手が勝ち切ってグループリーグへの進出権を勝ち取るのか、ユーティ選手が 2-2 の状態に戻すのか、まあ、イーブの状況に持っていくのか。さあ注目のファーストピックはセアラから、まあ、フランベルデですね。いやこのフランベルデの組み合わせ本当に強いですね、はい、本当に強い。まあ、これに対して結構ダフニスを出していくっていうケースが往々にしてあるんですけど、今日はそれに対して田中選手がうまく立ち回ったと、うん、まあ、それが先ほどの試合ですね。 これ、まあ、このプレー版と同じ状況の時の状況ですね、はい、ガニ目でチラ見せ、チラガニですね。まあ、私はたまにダフニスとガニ目で間違えて、はい、あのダフニス取っちゃうことありますね。あ、ダフニス出てきました。ダフニス元気、まあ、セカンドでここで万能の元気とダフニス並べていく、まあ、フランベルデに対する一つの答えですね。ただこのエギルがやはり出てくる、まあ、このフランベルデエギルの仕組み非常に強いですからね、出てきます。そして残り1体を何にするか、まあ、アルタで受けていきますね。ここアルタで受けていきます。さあこれを見てユーティ選手残り2体どうするか、水パン元気の仕組みを取りつつ、いや何が残り1ピック、先ほどエルーシャ
さあドリームドリームこのやっぱエルーシャっていうキャラで止めていくってことですよね。ただダイアナ持ってるんでここがどうなるかっていうところですよね。まあやっぱりこの夢を見せていくわけですから、このエルーシャね。そうですね、やはり最終戦盛り上げをしっかり見せてくださる。やっぱり2ターン睡眠単体で持ってるっていうところね、この強み。さあこれダイアナがやっぱり刺さっていきますね。ドリーム見せてくれ。さあどうなるのか。先ほどと違ってセアラがいないので暴れ方次第ではダフニスは生存ルートがあります。こういうところをどう読み切るかですね。でエルーシャがいるので回復は手厚いと、はい、さあ元気止めました。おいやこのエルーシャの回復力でどこまでいくかですね、うん、さあ重要な一戦、皆さん盛り上がっていきましょう。お願いします。お願いします。行くぞ。さあこれはまずベルデから動くであろうか。いやダフから動いた。早い。でかいぞこの一手。まず焼き目でクリが出る。落としきる。さあここでエルーシャも動いて、さあ2ターン睡眠で止めれるか。止める。これがドリーム。いやスリープなんですけどね、実際スキル名はね。あのすみません、私がドリームって呼んでるだけで大変申し訳ございません。語弊があると申し訳ないんですが、さあ水パンに対して取りに行ったところ残る。さあこれはアルタが、まあ、先に動くので総裁は打てないですね。さあ爆弾をつけつつ、いや解除がいないんでここでしっかりつけていきますね、はい、いやこういうもうセアラの1ボースは本当に重たくのしかかってきます。さあミスをアルタにつけつつこの削り、さあ有利状況を作っていく。2個重ねて確実にベルデにお別れを告げようとしています。この第一スキルかこの凍結ですよね。いや巧みなエルーシャ使い消えていく。溶けた。さあ爆弾が2個つけた後なので縦割りをしっかりつけてアルタの火力も削りつつ全体延長をここで入れていく。しっかり入れていった。いやうまく今度は UT さんが決めていきましたね。さあ総裁を打ってもうアルタを消す。いやこれは UT さん素晴らしい。俺は素晴らしい、はい、さあ決まりました。青コーナー UT 選手、ここでイーブンへと展開は持ち込まれます。いやー本当にすごいですねこの対応力ですよ。本当にこの対応力、そして二次覚醒のキャラね、はい、運営の方これを見越して作ってたのか。見せてくれましたね。素晴らしい。もうゲームバランスの考えですよね、このエルーシャとか。まさにドリーム、さあついにラストの戦い、最終戦です。この戦いに勝利した者がグループリーグ進出者となる。はい、運命をかけた、命をかけた最後の熱い戦いを見せてくれ UT 田中選手。いやもうさあフランファーストからさあ12連戦ですか。12連戦ですね。まあ彼はやるときは30連戦ぐらい1日やってるんで大丈夫だと思いますが、相手が相手なだけに非常に重たい戦い。さあセアラがやはり K になってるということでセアラベルデと取ってまいりました。それを見てダフニスですね。まあこのダフニスがまた本当に今日の勝負をいろいろ左右してまいりました。12連戦、まあね、この連戦を超えて彼が伝説になるのか、はい、伝説になるのかですね。エッフェル塔を目指せるのかという。おあの名言の回収がここでハートホール取ってまいりました。いや素晴らしいですね。こういう、うん、この免疫を強制的に取らせるようなピックですよね。まず、はい、ジョセフィーヌ、まあ、これはもうハートホールに対して決定事項なんでしょうね。そしてもう1ピックで何をどう見せるか。トリアナ、ああなるほど。そしてエギル。いやまあこのね本当に準備の今キック様後ろでおっしゃってましたけど、はい、トリアーナ石つけたくなるんですけど、このダフニスとかの対策で石なしのトリアーナ作るっていうのは結構今後有効な、作り込みになってくるかと思います。私も今日の 対戦を見ててトリアーナ石で作ってるんですけど、暴走石で作ってるんですけど、うん、まあ、例えば家宝とかで作ってみるとかは今後展開的にはありなのかなと思いましたね、うん、暴走火砲とかは一つの選択肢になると思います、うん、さあバネッサを取って速度リーダー 33% も取りつつ、いやかなり田中選手の布陣盤石感があります。攻めもコントロールも両陣揃ったような素晴らしい手格好。これをどう見るかですね。なるほど牛と来ましたか。
この牛ピックは、はい、もうあるキャラの番を感じます。そうですね、ダフリーズ番をしないと始まらないでしょうね。さあジョセフィーヌでどこまで試合を作っていけるかというのがこの試合。はい、もう後ろでキックさんとマツさんがもう解説をしております。ベルデがどれだけ生き残れるか、マイク使ってくださいね。マイク使って喋りましょう、ね、最終戦なので、さあ、さあ泣いてもらってます。最後の戦い、最終決定戦です。さあ免疫をまずは張ってきます。まあさすがに牛が早かった。ここは剣バフつけてエギルとバネッサの補佐をしつつですね、これ何剥がせるか重要です、うん、さあまずは免疫剥がして素晴らしい、うん、いややっぱりこういうところがですね、もう一重にやっぱ火力がしっかり出てるんで割れてると、うん、うーん、挑発つけて、いやうまいですねこの辺は。やはりそしてベルデハイルはゲージアップ打てますので、トリアーナの一旦免疫は取り戻せると、うんうん、さあただただですよ、はい、ここから免疫が薄くなっている状況ですので、非常に難しい戦いにユティさんはなってきます。ルスさんが入れたいとこ入らない。さあここはどうするか、誰を狙うか、まあ、エギルスさん取りますね。そして一旦免疫を張らざるを得ないですね。もうこれは張らざるを得ないです、まあ、ハトホルの二旦睡眠ありますんで。さあゲージアップ打って、さあここで牛がね残ってるのが大きいですね。打ちにくい、この状況で打ちにくい。さあもうここは本当にベルデのかなり速さが肝になってきます。ハトホルが2ターン睡眠打つのがどうか。さあスタン、あエギル止めざるを得ないですね、ごめんなさい、エギルですね、はい、エギルをしっかり止めて、さあフランを睡眠取れ、あ、まあ、エギルを睡眠止めてった、暴れていった、いやこの暴走でかすぎる、これはでかすぎる暴走。ゲージを下げて、さあベルデが動いていく。さあいやもう今のゲージアップで免疫が間に合うんで、いやかなり本当に緻密なゲージを見ての戦いが続いております。非常に難しい。いやフランがもう落としきれそう、狙っていけるっていう判断ですかね。ここはエギルをどう見てるか、常にエギルをケアしなければベルデ失う可能性が出てくるんで。ただまあフランの、はい、フランが怖いですからね、うん、この場合は。さあ、うん、牛を止めていきたいが、あーなるほどベルデに行った、なるほどこれはもう一手の賭けですね。ここベルデ止めれると非常に大きいので、はい、ここで免疫をしっかり取っていく。いやうまいです、これはユーティ選手今素晴らしい試合展開運びを見せてます。さあここでエギル寝かせる、なんという引き。さあ一回倒しきってベルデで回しきっていける、おそらくフランは落ちきる。いや苦しい展開、田中選手残る。いやさあハトホルが完全に何というか、まあ、役割を果たしきれない展開になってしまっているのが苦しい。さあ回復源を失う、いや素晴らしい戦い、試合運びですねこれは。いやもうこれは UT 選手素晴らしい試合運びをしております。本当にゲージ管理、誰をそしてゲージ下げしていくのか、トリアナで下げていくのか、すごく難しい試合展開を緻密に運んでらっしゃいます。さあここでまた免疫をかわさず、もう倒しきっていきますね、これ倒しきっていくと判断。いや素晴らしい、もうこの暴走はもうダメ押しの暴走ですね。いやー素晴らしい試合運びでした。決まりました、サマナーズ・ウォー・ワールドアリーナチャンピオンシップ2019グループリーグ最後の進出者は12連戦の壁を越えました、 UT 選手、おめでとうございます。おめでとうございます、すごい試合だ。さあ試合直後のお話を伺ってまいりましょう。見事進出を果たされました UT 選手、